はい、速稼塾の久保です。ビットコインなんですけども、ビットコイン投資はまだまだこれからだ、ビットコインはまだまだこれから伸びるよなんて今までね何回も聞いてきたんですけども、飽き飽きだと思いますけども、でもそのたんびにやっぱりビットコインっていうのは価格を上げてきましたよね。そしてまた繰り返しこれを言わなければなりません。ビットコインはまだまだこれからだよと、ビットコインはこれからでも全然間に合うよってことでございます。じゃあちょっとね、最新の記事をもとにお話を進めさせていただきます。画面切り替えますね。はい、いかがでしょうか。ご覧いただいている記事なんですけども、左側見てください。ドイツ銀行も本格参入か、仮想通貨カストロデイとブローカーの計画が明らかにというのがありますよね。そしてちょっと右側の方ですけども、 JP モルガン COO、 クライアントの需要があればビットコイン取引の提供を検討ということで、あるに決まってるじゃないですかね。でその下、北米初のビットコイン ETF が誕生、誕生しましたよ。カナダ規制当局の認可を受けということで、これをね、細かくお話ししてもいいんですけども、ちょっと一旦切りましょうか。一つ一つね、深掘りしてもいいんですけども、まあちょっとね、長い話になりますし、頭こんがらがっちゃうんで、この見出しだけでね、十分ビットコインに先があるってことを、こういった多くのね、銀行ですとか、もしかしたら国単位、JP モルガンもそうですしね、 ETF もそうですし、もうビットコインこれからだよと、これから本格的に見ていくよってことを意思表示しているわけなんですよ。じゃあこれを受けてですね、この今日は3つの記事というか見出しを紹介しましたけども、これが全部まあたわごとでしたってことがありえますかねってことなんですよ。で先日もテスラモーターが先を見越して今のうちにと思ってビットコイン買ってるわけなんですよ。テスラモーターが高値掴みをするとも思いませんし、それなりの計画があってやったことなんですよね。で、テスラモーターはソーラーパネルもやってますからね。じゃあこちらの方にもビットコインをと考えると、これからねますます事業規模は広がっていく。そしてテスラモーターとの取引がある会社も当然ですけども、ビットコインを買わない方針を続けていくよりも買っていくという、利用するという方針に傾くことが多いと思うんですよね。そうなると一つ一つの会社や団体企業は少しずつでも社会全体、世界全体と見ると、このビットコインの需要っていうのは急増するんじゃないかなっていうふうに私は考えますね。まあ、ですので今年中にビットコイン価格を上げて1000万とかね、それこそ数年後とか、まあ長くても10年経つうちに億という金額に1ビットが達するんじゃないかなと思ってしまいます。さあここでですね、ビットコイン今更もう買えないよって、だって400万500万でしょっていう方がいると思いますけども、心配いりません。5000円でも1万円でもビットコインは買えますんで、ぜひね、0.1 ビットとか 0.01 ビットとか 0.001 ビットとかっていうので参加してみてはいかがでしょうか。その小さな参加をこうやって私がね動画で促すことによって、100人の方がじゃあ1万円だけ買っとこうかなというふうに考えると、合計で100万円のビットコインが押し上げられて売れるってことなんですよ。まあ、ですんで、こういったものは全部そうですけども、買う人が多ければ多いほど値上がりするんですよね。そして売る人が多ければ多いほど値下がりするんですよ。これ当たり前のことですよね。まあ、ですんでビットコインを所有している私としては、もっともっと買いましょうっていう、そういうふうな放送しかこれからしないと思いますし、もしね値崩れをして、もうビットコインがね無価値になると思ったら、もう真っ先に私は売るでしょうね。で売りましたという報告をすると思います。あとはね皆さんの、情報感覚次第ということになります。まあ、投資は自己責任で必ずリスクヘッジをして余剰資金でされてください。それでは本日は以上です。